もういやいややめてやる。同僚もクソばっかりし、全然話聞かへん、無能ばっかり。待ってください。何やあいつら。上司もキモいねん。大した働きもせんくせに偉そうに文句ばっかり言いやがって。じゃあお前がやれや。何やねんマジでよ。やめだろ。もっと異色ばっていくらでもあるはずや、クソが。あんま期待せん方がええと思うけどな。びっくりした。いや、子供。何、新卒。え、新卒なん。まあ。そら覚えなあかんこともたくさんあって、休日もまともに休めへんくらい精神的にも肉体的にも追い込まれて大変よな。辛いよな。わかるわかる。今まで好きやったゲームとかアニメとか楽しむ気すら失せるんよな。その年でなんでわかるん。同僚とかも大して仕事できひんくせに、上司のご機嫌取りがうまいやつは気に入られて評価得てな、真面目に働いてるこっちが嫌になるよな。無能のくせになんやねんって思うよな。そうそう。上司もな、仕事の教え方雑なくせにやり方が悪いって責めてくるしな。お前の教え方が下手くそやねんってな。頭カチコチで理屈っぽくて、ただ長く働いただけの人間がそんなに偉いんかって思うよな。そうやねんそうやねん。でもな、無能なのはお前やぞ。え、ジュエル、あんま言うたらんとき。え、ムカつくのはわかるけど、無能なのはお前。ジュエル。いや、え、仕事辞めるって息巻いてたけど、どこに就職してもお前は役立たず、それをしっかりと理解せなあかん。え、やめる、やめる、うるさいから辞めたらええやん。なんで辞めへんの。いや、お前全部何かのせいやな。同僚のせい、上司のせい、会社のせい。でも上司がムカつくのは本当やし。ええか、上司ってのはムカつくもんやねん。え、君もムカつくもんなんよ。そんなことないやろ。ジュエル、仕事ってのは大変なこともある。やりたいことを仕事にできる人なんて一握りで、誰やって辞めたいって気持ちになるときはあるよ。何当たり前のことを偉そうに言うとんねん。そんなことしか言えんねやったら口挟まんといて。ええ、辛辣すぎる。辞めたいから辞めるん。それは確かに選択肢の一つではあるけど、絶対に逃げとしての選択にしてはならない。お前が今の気持ちのまま直感的に仕事を辞めても、結局次の会社でも同じ結果が待っているだけ。辞めるなら辞めるなりのけじめをつけろ。男やろ。俺役だかなんかやと思われてる。一般企業やで。ほな帰るわ。言うだけ言って。俺やって。俺やって頑張ってる。でもなんかのせいにせなやっていけへんねん。そんな自分の実力不足を直視して生きていける人間なんてそうそうおらんねん。俺は、弱い。ルフィか。なら偉そうな態度取るな。ムカつくねん。鬼畜すぎる。でもまあ気持ちはわからんでもないよ。え、どんだけ頑張っても評価されへんかったら、それやる気もそがれるよな。給料も上がらんし、そのくせ文句は言われるし、これが社会人としての当たり前やって言われても納得いかんよな。言われて潰れる方が悪いって、いじめと何が違うんやろな。さっきと言うてること違う。その辺は会社が、社会が、国が、働きやすく、より生産性を高めるものへと誘導していかなあかん。それが十分と行き届いてないからこそ、お前みたいな若者に不満が積もるってのも多少は理解できる。でもな、わかるやろ。お前だけ特別扱いはできひんのよ。自分に合った形の会社がないって騒ぐやつは無能やで。言うのは初めから会社なんか期待せず、自分の形を変えられる。他人に期待してる暇あったら自由が利く自分を変えろ。そっちの方がよっぽど効率的で取ってる場合やいわ。そんなん極論。極論。上司、自分に失望するのは勝手やけど、会社にその責任をなすりつけるなよ。その会社に就職するのを選んだのはお前やろ。ブラックとかいじめとか、よほどの快適刺激に襲われない限り、大抵の責任の原点はいつも自分にある。後悔するのは仕方がない。けれど失敗は財産であり、わざわざその財産を放り捨てるような真似はするなよ。10年後後悔するぞ。もうごめんなさい。まあそう、自分を責めずに頑張ってください。もっと自分を追い込め。その経験が10年後のお前を形作るねんから。はい。